週行きましょう。はい、はい、今ですね、道の駅の伏瀬ヶ坂ってところからね、出まして、すぐ近くのトンネル1個抜けた先の山賊茶屋さんってところにね、行ってまいりました。もう入ったと思ったら、なんか味噌汁と芋天1個サービスが出てきて驚きですね。到来。なんか朝飯買いに来たつもりが、食べサービス品で腹いっぱいに食われそうな。ルート案内を開始します。目的地へ。いただきものでしばらく道のりです。次の案内ポイントに近づいたら案内します。芋天が結構大きめだったから、でそこでお弁当に鶏釜飯と焼き鳥を、ね、その焼き鳥がものすごく、はい、でかいですね。店内で食べてる人、おもとか言ってたよね。あ、そう言ってた、うん、でも結構みんな来るんだね、やっぱ朝から、
の稜線が切れてる、あそこら辺がもう、うん、あれでしょ、カルストロ、カルスト周辺の道になってる。
ちゃ多いんですよ。嘘からこっちって書いてあるな、多分あれ。あれ？もうちょっと先ってことなんだよ。150m 先ってなってる。あれ、まだなの？答え出ないと。150m 先って、あそこにもパンパン出てる。あれ、そうなんじゃない？どれ？上の？下の。あれ、うん、じゃあそっちってこと、え、出んのかな、じゃあ。あそこ入れそう、うん、ああ、こっちか。ああ。がこっちで、うん、あっちに渡ってって雲の上の温泉が向こうなんでしょ。あ、うん、なんかそんな橋を渡った記憶が確かに私にもございます。はい、ということで改めまして道の駅ユース原到着です。はい。